ロイヤル・タフト・ロイヤル・チェイピン・タフトは、アメリカの政治家、実業家。タフト家の一員で、ウィリアム・タフト大統領とは遠赤である。マサチューセッツ州ノースブリッジで生まれ、ブースター・アカデミーを1872年に卒業した。父は、オーズマス・タフト、母は、マーガレット・タフト。1850年10月31日。 メアリー・フランシス・エーミングトンと結婚した。共和党に所属し、1880年からロードアイランド州会議員を務め、1884年にロードアイランド州知事となった。1868年からマーチェンツ、ナショナル・バンクと踊り、ボストンプロビデンス鉄道社長、ニューヨーク・ニューヘイブンハートフォード鉄道取締役を務めた。死後、 プロビデンスのスワンポイント墓地に埋葬された。大規模な私的コレクションを持つ芸術家のパトロンであった。収集品の一部は現在ロードアイランドスクール・オブ・デザインなどにある。ロードアイランド大学のタフトホールやプロビデンスのロードアイランド病院のロイヤルシータフトガイライム旨は彼にちなんで命名された。ありがとうございます。